はははい、皆さんこんばんははい、さんんんこば博正です <laughs>、えー、本日、ザ・マッチの、えー、カードが、えー、発表されました、えー、K1 対ライズということでさまざまなすごいカードが並んでいました、えー、まあ、自分は総合やっててキックボクシングとはまた違う競技なんですけどいや団体の垣根を越えて、あのー すごいカードが並んだなと思いましたしあのヤーマン選手と、えー、芦澤選手の乱闘も見ていて面白かったですしすごい楽しみだなと思ったんですけども、えー、僕,の僕的に1個だけすごい注目カードが、えー、ありまして、えーまあ、どのカードかと言いますと、えー、レオナペタス選手対中村漢選手、えー、このこれはカード発表されたときこれ来たかと。 えー、思いました2、えー、人とも僕は、えー、結構好きな選手で、えー、すごいカード組むなと、まあ、これはちょっと KO 決着必至なんじゃないかなと、えー、思います、えーまあ、もう会見の時からねピリピリムード漂ってて、あのー、このカード僕的には他のカードの中で一番、あのー、注目してるカードです、えー、これからどんなカードが 発表されるのか、えー、すごくワクワクします僕も早く、えー、試合カードを発表試合発表できればいいかなとそう思っておりますでは皆様おやすみなさい